町田酒造株式会社は、鹿児島県大島郡立郷町に本社を置く、奄美黒糖焼酎メーカーである。代表銘柄は、里野明保の曙。主原料となる黒糖の使用比率は、比較的高く、長期貯蔵、熟成した銘柄の開発、製造を行っている。1983年10月戦前から、鹿児島県大島郡住洋町で創業していた石原酒造を、 法人へ、組織変更。有限会社石原酒造として、資本金300万円で発足。1988年5月株式、会社町田建設が、その出資金額全額を取得。1991年3月出資金を1000万円に、増し本社を、達号町に移転、工場を新築し、創業を開始。 1991年4月有限会社石原酒造を株式会社石原酒造へ変更。1991年11月商号を町田酒造株式会社に変更。1996年4月株式会社行江を九州合併し、資本金を2000万円に増し。2016年4月、中村悪が代表取締役社長に就任。2020年6月、 平島進が代表取締役社長に就任。代表銘柄、里野明けの町田酒造の代表銘柄。減圧上流、長期貯蔵による調和の取れたまろやかな脂質が特徴とされる。2019年3月、ベルリン国際スピリッツコンペティションにて金賞を受賞。製造時に黒麹を使用した銘柄。里野明けのと、 上圧上流した製品をそれぞれ別のカシタルで熟成させブレンドした焼酎。木だる由来の黄金色からゴールドの名を冠している。2018年5月、ロサンゼルス国際スピリッツコンペティションにて94点を獲得。焼酎部門の最上位、ベストオブ諸チに出品銘柄全体では第3位となる高評価を得ている。 里のあけぼうのがアルコール分25%であるのに、対して、里のあけぼうの原種はアルコール分43%で、ある。2018年ロサンゼルス国際スピリッツコンペティションにて90点を獲得し、金賞受賞。減圧蒸留に,に,により製造される、里のあけぼうのに対して、随称は上圧蒸留により製造される。里のあけぼうのに、天マ大島特産のスモモ。 花刈りを漬け込み製造したリキュール。里の揚げのに、天見大島特産の柑橘、炭管を漬け込み製造したリキュール。2019年3月、フェミナリーズ世界ワインコンクールにて、金賞を受賞。2017年7月社会福祉法人参観者と、業務協力協定を締結。障害者を含むすべての人が、共同共生する社会を実現するための取り組みを、 スタートさせた。2018年6月脱防庁と14項目にわたる包括的業務協力協定を締結。地域の活性化や教育、文化、産業、スポーツ等の振興、子育て支援や高齢者支援等に積極的に関与、協力していくことを取り決めた。合わせて、甘み群島の自治体としては、初となる自治体シンクドゥタンク、立つ、 ご未来会議の設置にも携わることとなった。2018年10月鹿児島県で初の認定となる鹿児島働き方改革推進企業として県知事から認定証を交付される。2018年11月鹿児島労働局から2018年度ベストプラクティス企業に選定される。奄美群島に本社を置く企業としては初の選定企業。 2018年11月鹿児島県から鹿児島女性活躍推進有料企業として県知事表彰を受ける。天見群島に本社を置く企業としては初の受賞企業。2019年3月ベルリン国際スピリッツコンペティション2019-2019年3月第13回フェミナリーズ世界ワインコンクール。ありがとうございます。